松田学ですウクライナ情勢については毎週のようにニュース解説やってますがもう2月に入りました去年2月24日にロシアが特別軍事作戦をウクライナに対して開始してからですねもう1年近く経とうとしているんですけれども状況はどうかというと膠着状態ですね、まあ、あのちょっといろんな記事がありますが双方ロシアとウクライナのどちらかどちらが戦争の長期化に耐えうるかをめぐる心理戦が展開されていると。 いいう見方も出ていますねロシア軍による都市部への空爆や砲撃が続いてウクライナ側では民間人の支障にも歯止めがかからないとであのアメリカのブルームバーグ通信がです、ね、こんなの流していてプーチン政権は新たな大規模攻勢を準備し2月から3月にも踏み切る可能性があるとこれはクレムリンの関係者の話を伝えたということなんですね。 昨年秋から劣勢と撤退がロシアが続いていると報道されていますがそういった中で戦局の主導権をウクライナからロシアは取り戻すのは狙いだと進行1年目の節目に攻勢があるとウクライナ側で警戒されてきたんですが今回のこの報道はです、ね、クレムリンがこれを認めたという点で異例であるというふうに言われていますねゼレンスキー大統領は敵軍の撤退を柱とする10項目の和平案を国際社会に提示しています 実現に向けまして国連本部での平和サミット開催を目指しているんですね。でロシア包囲網の強化が目的なんですけれども、ロシア側が攻勢の準備をほのめかす背景にはですね、ウクライナのこういった計画を頓挫させる思惑もありそうだということですね。えー、もうとにかくロシアは長期化させ我々の戦力を消耗させようとしているとゼレンスキーは伸びているということで、西側諸国に。 兵器の支援を急ぐようう訴えていいるということこなんですね、まあ、今回この兵器の支援という話も話題の中心になってくるんですけれども、えー、CNN の報道ではですねロシアはさ、えー、はさりながらですねあの兵力と兵炭装備に対する、まあげあのまあ、現場の支援というのがなかなかできないでいる限定的なんだということで、まあ、今年の春に始まると見られている攻撃でもですね戦略的な成功を収める可能性は低いと 西側当局者がそんな見通しし明らかにしたというニュースもありま,すまあ現時点でロシアにとって戦況を変える能力が限定されるとこの当局者はですねロシア政府が今まで失われた人員や装備の補填に苦慮しているという見方を示しまして、まあ、ウクライナで被った損失を埋め合わせるためにはですね能力に制約があるということでそこで国外のパートナーに接触してギャップを埋めようとしているんだという、まあ、ロシアがですね で当局者はロシアもウクライナも根本的にはどちらが兵器の供給を維持できるかという競争になっている、まあ、兵器をどれだけ補充できるかの競争になっているということですね、えー、ロシア政府の現在の構成についてはです、ね、既存の人員と装備を現地に配備することに重点が置かれているというふうに西側当局者は指摘しているということですね攻撃的な行動を目撃したとしてもです、ね、大きな戦略的な観点からの構成が始まったとは今のところ考えられないということだそうですそんな中で あの例の核のですね、新スタートというこの交渉の枠にありますねアメリカの国務省の報道官は1月31日にロシアがこの新戦略兵器削減条約新スタートに基づく査察を受け入れないということでこの条約に違反していると指摘したということですこの,この新スタートはアメリカとロシアの間で2011年に発行したものでして2021年に5年間延長されています各関連施設の相互査察を義務付けているんですが 新型コロナのパンデミックでサザスは2020年から停止しているんですねで、二国間協議が昨年11月末にエジプトで開催が決まっていたんですが突然中止されたという状況にありますまあ、あのロシアが見たら核兵器削減のような枠組みどころじゃないということなのかもしれませんねもしかしたら核限定核戦争だということをちらつかせているのはプーチンですからですね そしてこのロシア国内でこんな状況だというそういうニュースがこれは西側のニュースなのでどこまで本当かよく分かんないんですが反プーチンの指導者は殺されるか刑務所入りという弾圧がすごいんだというそういうニュースがありまして外国メディアもニュースソースにしていた独立系メディアであるメデューザというのがありましてこれが国内での活動を完全に禁止されているようですね。政権の主張にそぐわない 異論の封殺が非常に激しくなっていると反論は沈黙させられ急速に多様性が失われているということなんですねあの昨年末にこのロシアでこの新年を迎える街にはですねこのイルミネーションが非常に鮮やかに随所で輝くらしいんですねで,で昨年末もそうだったらしいんですね立憲隣国に武力侵攻している戦時下の国とは思えない状況だそうなんですがただですね まあ、騒乱が起きることを警戒していてです、ね、この年越しの12月31日の夜から1日にかけて赤の広場は閉鎖されたたとということがあったようこっよですねで路地裏に機動隊がこの隊列を組んでいたとかです、ね、いざという時に出動するということで,で中にはただ歩いているだけで拘束された人も多かったという話があるんですね。 でこれについて「今のロシアはポチョムキン村のようなものです」というコメントがありましてこれは1787年に女帝エカテリーナ2世がクリミア半島を旅した時にグレゴリー・ポチョ,ンポチョムキン公という方がです、ね、自分が治める地域はみそ晴らしがあってはならないと考えてエカテリーナ2世の一行が通る道に面した家々の外壁だけを豪華絢爛に飾り立てたという話があるらしいんですねこの逸話があるらしくて今のロシアの国全体にも当てはめることができるのではないかという。 西側の報道がありますで、まあ、ロシアではですね議会が形骸化していて自主的な権限ほとんどないと、まあ、ロシア国民というのは伝統的にツァーリ皇帝によって統治されてきたわけで、まあ、ロシア人は強いリーダーに支持されることを望んでいて自分の身を預けてしまいがちなんだというコメントになっているんですがこの記事ではですね、えー、ただプーチンが2000年に大統領に就任して以来ですねロシア経済が上向いたんですね。 でそのエリチィンの時代の悲劇の90年代という時代を知る人々から見ると今の不自由のない生活はプーチンのおかげだとみんなそう思っていうのが実はあまり日本では知られてないのかもしれませんが私も昔あの90年代のロシアモスクワに行ったことがあるんですが、まあ、それはそれは大変な状況で、まあ、食べるものもないという,もうめちゃくちゃもうあの自由経済化してですねいわゆるワシントンコンセンサス IMF の指,導指示を上げあ受けながらですねで急速な市場経済の移行が大混乱でも食料もめちゃくちゃ高いというですね闇市かなんかででもなかなか食料を調達できないというそういう状況がありましてですねでその西側がですねもうロシアの資源を食い荒らしたというところでロシア人の平均寿命がすごく短くなったそれがプーチンが大統領になってからですね西側に取られていたロシアの地下資源の利権をプーチンは国営化して その国営化でよって得られた富をですね社会保障に使ったとでそこで、えーまあ、いろんな社会保障の充実がなされてですね国民の民生がぐっグッと向上して平均寿命も長くなったとですからこのプーチンというのは我々の生活を安定させてくれた偉大なる指導者だっていうのがロシア国民の一般的な評価なので、まあ、いろいろ独裁的独裁的とも言われながらロシア人からの支持は高いわけですね。ここのことを忘れててはいいけけないわけですねそして ドンバス地域,地域に対して、まあ、あのいわゆる特別軍事作戦というのもですねあの地域のロシア系住民が迫害されてきたと、まあ、ロシア国民の間からですね、えー、これなんとかしろという声があったけれどもプーチンがそれを抑えてたんですが、まあ、あの NATO の、まあ、こう押し寄せてくるもしかしたら核がウクライナに配備されるかもしれないなとかいろんな状況の中でロシアとしてもこれは日本,日本が真珠湾攻撃に誘い出されたと同じような構図で 誘い出されたんだ、というまあ,あの,事情通の方は大体国際社会裏側を知っている方がそういう,ふうに見てますねですから、そういうことは一切この報道されないもんですからですねとにかくプーチンだけが悪いとまあもちろん、喧嘩両性敗とが両方悪いということになるんですけども、日本的に言えばですね、その面はやっぱりきちっと強調して理解しなければいけないと思いますね。先ほどの記事に戻りますと、今やロシア国内で誰もプーチンを止めることなんかできなくなっていると。 なったと政策決定に影響力を持てるオリガリヒ富豪とかですねエリートたちもプーチンを止められないと、えー、むしろ身の危険を感じて早々にロシアを去ってしまったとあるいは不審な死を,と死を遂げている人たちもいるとエリートの多くは大統領に不満を抱いているがその決定に反対する手段をもはや持っていないというコメントがありますね、えー、であの昨年ですね。 プーチンは毎年のように国民とのホットラインというのと年末の大規模記者会見という2つの重大な恒例行事をやっているんですが昨年見送ったそうですね。ホットラインというのはプーチンとロシア全土の住民を直接テレビ,テレビ電話でつないで毎年6月に放送されてきたそうです例えば工場,の工場の煙が健康に悪いとか給料,給料が遅帯しているとかですねそういう住民が訴える不満に対してプーチンが生放送の場で対応を約束してその場で官僚に指示するということをやってきたらしいですね。 もう一つ大規模記者会見という年末らしいんですが外国メディアも参加するんですがでここでプーチンは地方から出張でやってきた記者の質問に丁寧に答えて地方の問題にも真剣に取り組んでいるというのをアピールする場だったんですがこの2つとも去年はき、えー、中止されているんですねでなぜなのかというと国民はいつこのウクライナへの特別軍事作戦が終わるのかと思っている状況でこれに明確に答えられない限り 国民と向き合うのはプーチンとしても難しいんだろうというそういう推測がなされているようですね。まあそういうことで一方でこのウクライナの側もですね、あやっぱりこういうことやってんだなと思ったのは空中散布式の地雷というのをウクライナが使用していると。これはあの国際人権団体 Human Rights Watch H R W っていうのは1月31日にですね、あのそういった機関がですね、団体がですね。 ウクライナがロシア軍に東部ハリキウ州イジュームを占領されていた時期にロシア軍をやっつけるためにですねイジューム周辺旧地域でこバタフライ地雷と呼ばれる地雷の使用が確認されたと11人の市民が負傷したとウクライナ外務省はこれ適切に調査をするとコメントしたんですがあのそして対人地雷禁止条約これを遵守する姿勢を強調しているんですが。 まあ、あのお互いやることはいろいろやってるわけですねこれはですねここで数千個のロケット発射型対人地雷を使用したという可能性があるということで HRW によると対人地雷は民間人と戦闘員を区別できないのでその使用も国際人道法に違反すると主張しているということですね。そしてウクライナ軍はイジュームの広範囲に地雷を撒いたようで 民間人に犠牲者を出し継続的なリスクをもたらしていると指摘しているということなんです。だから何もかもとにかくウクライナが100%正しくてロシアが100%悪いんだっていうそういうことには、ね、もう少し距離を置いて冷静に見る視点も必要だなと思いますね。たこれはロシア軍もですねこういうのを使用してるんでそれはどっちもどっちなんですねでウクライナはこの対人自来の使用貯蔵 生産及び異常の禁止及びその廃棄に関する条約の締約国です。ただロシアはこれに加盟していないという違いがあるそうですね。えさてですねこの戦争どうなるかということでこのロシアは勝てないがウクライナも勝てないというまあネププーチンは粘り勝ちを狙っているというそういう論評が流れていますね。えその論評によりますとえあのロシアの専門家のニコライペトロフという方がですね。 和平の条件をあまり高く設定すると裏目に出るる恐れがあると言ってるらしくて「ロシアはこの戦争に勝てないがおそらくウクライナも勝てないだろうと」と、まあ、勝者なき状況ではロシア軍の完全撤退は非現実的な要求だとこのペトロフさんはおっしゃってると、まあ、私もそう思いますけどねで,でラブロフ外務大臣はウクライナの10項目の提案をただの幻想だと一生に付したということですね。 ロシアは今も,今も侵攻の時に掲げた戦争目的を撤回する気配を見せていないと、えー、ゼレンスキー政権打倒も含めて全ての目的を完遂する構えなんだと、まあ、ここはそこまでどうなのかちょっと私には分かりませんがでプーチンは持久戦に持ち込んで我慢比べをするつもりだとこのペトロフさんは言ってるということですね。今はロシアもウクライナも春の大攻勢に向けて準備を進め双方とも今より支配地域を広げるつもりでいると。 そのため現段階ではどんな形にせよ交渉が始まることは期待できない停戦交渉は期待できないプーチンが譲歩することはどう考えてもありえないとペトロフさんは断言しているということでプーチンはウクライナが劣勢に追い込まれ防衛能力を失うまで辛抱を強く待つ気でいると持久戦になればロシアにはるかに勝ち目があると見ているのだその見方には一理あるということで粘りに粘ってずるずる戦争を続ければウクライナと西側は将軍突き果てて ロシアはまずまずの勝利を挙げられるそれがプーチンの狙いだとペトロフさんは見ているということですね。でプーチンは西側の一部に見られるこういろんな不満があるっていうことを見てまして、まあ、あの例えばアメリカでは共和党が会員で多数を占めてですねもう無,無制限に小切手を切るのをやめさせるなんて動きが出てるわけですね。で国民の間にもこ,のこんな経済が大変な時にねあの戦争のために税金使うのかと思っている米国民も結構いるわけですね。でそういった不満が 組織化されてこの今の支援を潰す一大勢力になることをプーチンは期待しているというふうにペトロフさんは言っているということです。大規模な支援をしているのに一向に状況が変わらないんじゃないかということでセレンセロンは支援を続けることに意味があるのかと騒ぎ出すだろうと読んでいるということですね。でプーでそれに対してこのプーチンがじゃ失脚失墜したらどうなるかというとたとえトップあロシアのトップの首がすげえ変わってもいきなり方針が変わることはまずないというふうに。 元アメリカの NATO 大使のダールダーさんって方が予想しているそうです、えー。このプーチンが失敗したらロシアおしまいで、プーチンもおしまいだともしプーチンが失敗したら後を継ぐのはさらに強硬な連中だろう。クレムリンにはハトハはいない。いたら投獄されていると。まこれも皆さん指摘していることでプーチンをやっつけたらそれでいいのかっていうと、もっと強硬なですね政権ができて世界不安定になる可能性だって考えなきゃいけないんですね。 昨年12月にゼレンスキーはワシントンを訪問してバイデン大統領と会談した時に2人とも戦争の終結について全く同じビジョンを共有していると語ったと2014年以降にロシアに占領された全ての領土を奪還するというゼレンスキー政権の目標をバイデンは支持しているということなんですね。でこのゼレンスキーの訪米を受けてロシア外務省の報道官はこう言ったということで「ワシントンの会談でウクライナもアメリカも平和を求めていないことが分かった」と。 彼らは戦争を継続することだけを考えているという指摘をしているわけですねで一方でアメリカがウクライナの要求を南下させようとしている節もあるという話もあってまあまあちょっとそこまでという面もあるみたいですねまあ、クリミアなんか奪還なんて無理だよなんてことを示唆したりしているって話もあるみたいですねでアメリカはウクライナの限界を認識する必要があるとこの先ほどのダールダーさんはおっしゃっているそうでして ウクライナが勝つ可能性は低い現実としてロシア軍はかなり深く食い込んでいて少なくともウクライナ軍がハリコフとかヘルソンで行ったような戦略的な方法で彼らを追い払うことは非常に難しいだろうというコメントをしているそうです、えー、まああのウクライナには NATO と EU に加盟するという究極の野望があります、えー、この NATO と EU の加盟を目指す方針はウクライナの憲法に明記されているんですねただそれもなかなか難しいみたいでして ゼレンスキーは加盟に向けた迅速の手続きを求めたそうなんですが、まあ、あの西側はですね、まあ、リップサービスでは歓迎するみたいなことを言いながら実は手続きにいろんな,、まあまあ、なんていうんですか難,難関というのを設けてるみたいで道のりはそう簡単でない、まあ、あのウクライナが入るとそれに反対する国が結構多いみたいですねハンガリーとの間で揉めるとかいろいろあるみたいで、まあ、西側もこのウクライナっていうのは政治が腐敗している国ですから。 まずこのちゃんとした民主主義の国じゃないじゃないかというそういうまあもともといろいろこの西側もウクライナが素晴らしい国で民主主義の素晴らしい国でですね西側にすぐに入れるような国とは見ていないのが本音だということはよく聞いているところですね。あのでウクライナ政府関係者はこう言っているそうです。2014年ににロシアが侵攻して以降のの東部のように 停戦後も緊張状態が続く凍結された戦争というのは受け入れ難いリスクだと戦争が長引くことはウクライナ経済だけでなくヨーロッパや世界の経済にとってもグローバルな脅威となるというふうに言っているそうですまあ,あの我々が西側に入れば世界は安定するんだぞと言っているような感じなんみたいですねそんな中でイスラエルの首相ですねあのネタニヤフ元首相が再選されてまた首相に返り咲いてですね 私も一度握手したことがありますが国会議員の時ですねなかなかあの頭の良さそうな方なんですが1月31日にロシアのウクライナ侵攻をめぐってこのロシアとウクライナの両国とアメリカから要請があれば双方の仲介役を務めることを検討する意向を示したということです実はあのウクライナはこの侵攻を間もない頃にイスラエルの首相だったベネットさんに仲介役を依頼したんですが あの結局これうまくいかなかったという経緯があるよね。ネタゲヤフさんならできるのかというそんな話も出てきているわけなんですね、えー。そしてロシアの中の話としてこんな話題もあります。えー、ロシアあロシアがあの後で出てきますが、あの欧米製の戦車を破壊したらですね、報奨金を出すと。あのウクライナに対して戦車の強要を相次いで今欧米各国は表明してますね。でロシアでは。 戦車を破壊した兵士に多額の補償金を出すと表明する企業が出ているそうです原因のある採掘用機材メーカーはドイツ製のレオパルト2とかアメリカの主力戦車であるエイブラムスを最初に破壊するか捕獲したら兵士らに500万ルーブル日本円にしておよそ920万円の報奨報奨金を出すとホームページで公表したそうですロシアの統計庁によるとロシアの1ヶ月あたりの平均賃金は 2022年11月の時点でおよそ6万3,000ルーブルで日本円でおよそ12万円ですから12万円と920万円というのはう破格の報金だということになるんですね、えーまあ、あのこれは欧米がウクライナに軍事支援を行っている中でですねロシア側の兵士の士,気の士気を高める狙いがあると見られているそうですね。でさらにですねウクライナが欧米に戦闘機の供与を求めているんですがこれを念頭にして F16 戦闘機などが供与された場合 ウクライナに供与された場合これを最初に撃墜すれば1,500万ルーブル日本円で2,760万円を支払うと撃墜したらですね兵士が撃墜したらですねすごいですねこれで日本では家が買えちゃうというぐらいのですね、えーまあ、そうやってロシアも必死なんですが一方で NATO 北大西条約機構のストルテンベルグ事務総長が2月1日にですねこの日本に来て党内で NHK の単独インタビューに応じてこんなこと言ったそうです。 ウクライナが占領された領土を回復し独立した主権国家としてロシアに勝利することが極めて重要だとい、えー、ってです、ね、ウクライナへの軍事支援を継続する姿勢を表明しています。またウクライナが欧米に戦闘機の供与を求めていることについては兵器の供与をめぐっては NATO の加盟国やウクライナの間で継続して話し合いが行われ戦況に応じて供与する兵器も変わってきた加盟国が次に何をするかは今の時点では言えないと明言を下げたと。 戦闘機は実は、えー、次の段階戦闘機っていわれてるのは戦車の次ですね結構皆さん慎重なんですね。でそんな中で、えーまあ、あのウクライナに対する支援という流れの中でフランスがですね、えー、ルコルニュ国防大臣がですねあのウクライナの国防大臣にパリ,とパリで会談してフランスがウクライナに最新鋭の自走式榴弾砲カエサルカエサルっていうんですねカエサルを12問追加で供与することで合意したということです。 そしてまたウクライナ軍のパイロットにフランス製の戦闘機の操縦訓練を行う,についても行うことについても意見を交わしたともルコルニュ国防大臣はウクライナに戦闘機を供与するかどうか質問されたのに対してタブーはないとまで言っていますねフランスはですねウクライナのクレバ外務大臣は1月31日に第一弾として最新型の欧米の戦車120から140両を受け取ると述べました この中には例の前回お伝えしたドイツ製の戦車レオパルト2のほかにイギリスのチャレンジャー2そしてアメリカのエイブラムスが含まれるということだそうです。クレバー外務大臣はフランス製の戦車のルクレールの供与にも大いに期待しているとしているそうです。クレバ外務大臣は戦車の供与に加わるのは正式決定に至ってない国も含め 12カ国に上るという見通しを示してですね3カ国を増やすとともに既に表明した国から供与される数を増やすよう取り組みを続けていると述べたということでとにかく戦車くれ戦車くれ兵器くれ兵器くれという状況になっていますね。でそこで出てきたのは戦車の次は戦闘機ということでウクライナ高官がここ数日公の場でですねアメリカそのあ米国船のですね F16 戦闘機の供与を求める発言をエスカレートさせているそうです。 ロシアのミサイル攻撃やドローン攻撃に対する防衛のためにです、ね、緊急に必要だという主張だそうですこれに対してアメリカやアメリカの同盟国は戦闘機の供与は非現実的だとして会議的な姿勢を示していますその理由として戦闘機は相当の訓練が必要だとロシアの対空システムで簡単に撃墜される可能性があるということが指摘されているそうです バイデン大統領は1月30日にウクライナにこの F16 を供与するかどうかという質問に対してノーと一言即答したそうですね。しかしですねウクライナの外務大臣クレバ外務大臣は1月31日に改めて公の場で戦闘機の供与を優先課題と位置づけていますウクライナ政府は公に圧力をかけ続ければ西側が過去に言えてはならない一線と見なしていた兵器でさえも最終的には確保できると考えているようだということなんですね。 ウクライナの国防当局者も CNN の取材に対して遅かれ早かれ実現するだろうと述べたそうでして1年前の時点では高機動ロケット砲システムのイマースですねとかですね戦車のエイブラ h i m a r スは昨年アメリカからウクライナに供与されてエイブラムスは先週バイデン政権が供与を決めたものなんですがこれも想像できなかったのに実現できたと戦闘機だってできるだろうと。 でウクライナはですねドイツやアメリカの戦車を手に入れただけでなくて昨年12月にはウクライナ側からの何ヶ月にもわたる圧力の末にですねアメリカが最終的に下対空ミサイルパトリオットの供与に合意したんですねパトリオットについてアメリカはかつて移転や運用上の課題があまりに多すぎると見なしていたものまで実は供与しているパトリオットの供与の話はちょっと前にこのニュースでも取り上げたと思います。えー でバイデンはこのウクライナ戦闘機供与についてノートだけ答えたわけですがこの戦闘機の供与をめぐってはドイツのオラフ首相あ失礼オラフあショルツ首相オラフ・ショルツ首相すみません、えー、も,うかもうこのショルツ首相もですね可能性を否定していますウクライナが現在運用している戦闘機はソビエト連邦の一部だった30年以上前に製造されたもので F16 がもし供与されますと空軍力は格段にアップグレードされるということなんですね。 でウクライナの外務副大臣が戦車供与の発表を歓迎すると同時に戦闘機連合の創設戦闘機連合ですねこれを同盟国に求めたそうですでこの枠組みによってヨーロッパ数カ国が共同開発したユーロファイタートルネードフランスのラファールスウェーデンのクリベングリベンですねなどの戦闘機が提供されることを望んでいるそうですたただ先ほど言ったようにドイツのツ首相は えーえー、このウクライナに戦車レ,レオパルド2の供与を約束した直後に他の軍事支援を議論するのは軽薄に思えると発言しています。NATO がロシアと戦争することになるようなエスカレーションは容認できないと述べているということでドイツは極めて慎重、まあ、ドイツの、まあ、日本に近いような歴史的経緯からですねもともと武器の供与には慎重でしたですね、えーまあ、国際正論に押されて戦車供与したけどもちょっとこれ以上はということがあるんでしょうね。 でロシアは NATO についてウクライナを代理として攻撃に加わっているとの非難を展開していますでそういった状況でアメリカやドイツなど NATO 加盟国は戦争、紛争エスカレートさせかねない軍事支援には消極姿勢を保っているということでしかしもうアメリカとロシアの代理戦争の感じがしますね,これはですねでショルツツドイツの首相はまたですね。 プーチン大統領と定期的に話をしていることを認めたそうでして直近では昨年12月に2人で電話で協議したと言っているそうです。で我々がお互いに話し合う必要があるとショルツ氏は説明しているそうでして同時にロシアによるウクライナ侵攻は絶対に容認できずそしてロシア部隊の撤退のみが事態の可決につながるという考えを常に明確にしているというふうに述べたそうです。 えー、ウクライナの大統領顧問の方がこう言っているそうです、ロシア軍の主要兵器を大幅に破壊するためにミサイルも必要だと、またゼレンスキー大統領も射程距離297キロメートルの米国製ミサイル ATACMS というのですね。これが必要だと訴えているそうです。 さらにミサイルどん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 もっともっとと言っているですねでゼレンスキーさんはこのミサイルについてロシアによる都市部や民間人への攻撃の規制を制するのに役立つだろうと、まあ、あの今のところアメリカの政府はこのミサイルについては提供を拒んでいるということですねそしてもう一つの大きな話題になったのがあのパリオリンピックロシア選手が参加するのはテロ行為だとテロを容認するものだというふうにウクライナが批判していますゼレンスキー大統領は1月29日に ロシアの選手に2024年パリオリンピックへの参加を認めることはテロ行為が何らかの形で容認されることに等しいと述べたということです。と、え、述、ーまあ、2024年といったらもう来年ですけれども来年のパリオリンピックをめぐっては国際オリンピック委員会の IOC が1月25日にロシアとその同盟国ベラルーシの選手について国を代表しない中立選手としての出場を検討することを明らかにしていたんですね。 これについてゼレンスキー大統領はロシア政府がオリンピックをプロパガンダに利用することは許されないと言っているそうです。先に IOC はです、ね、ロシアとベラルーシの選手についていかなる選手もパスポートを理由に出場を阻まれるようなことがあってはならないとしてです、ね、中立選手として出場できるとしていたわけですね。しかしゼレンスキーはウクライナの選手が戦場で死んでいるのにスポーツにおける中立などありえないと主張している。 またナチスドイツが政権を握っていた1936年のベルリンオリンピックとの比較もしているようでしてオリンピックにおける大きな間違いがあったオリンピックムーブメントとテロ国家は絶対に交わるべきではないと述べたということですがこれどういうふうに思うスポーツを戦争とか政治の場にスポーツを持ち込むというのはいかがなものかという意見もですねこれも大事な視点だと思うのでとにかくロシアが憎ければ音楽や文化芸術まで憎いと。 いうまあ雰囲気の中でですね。まここもまこれについてもよく,よく考えた方がいいんじゃないかなという気がいたします,ですね。で、ウクライナのオリンピック委員会はロシアとベラルーシの選手が国際大会への復帰が許可された場合、来年のパリオリンピックをボイコットする可能性について各競技の国際競技連盟と本格的に競技を始める方針だそうです、えー。ウクライナのオリンピック委員会はこう言っているそうで、ロシアとベラルーシのオリンピック委員会は。 完全に両国政府の支配下にありロシアの多くのオリンピアンがウクライナへ侵攻している政府の行動を公然と支持している本当なんでしょうかねこれはオリンピック憲章の団結の原則に反しどんな大会への参加も禁止されるべきだと批判しているということだそうですさてヨーロッパ諸国があの軍事力をどんどん,どんどん増強していますポーランドなんかすごいですねモラビエツキ首相が1月30日国防予算を大幅に増加させると ロシアがウクライナを侵攻して以来ですねヨーロッパの国々は軍事支出を増やしましてポーランドの最新例となるということです。このポーランドの軍事予算は現在 GDP の2.5%弱だそうでして首相はですねこれを今年増やすと今年は前例のない努力をする GDP の4%をポーランド軍に充てると述べているということです。まあ、日本は5年かけて2%なんですがポーランド軍はもう4%やと。 国防予算の GDP 比4%っていうのは NATO の加盟国でもです、ね、最高比率かもしれないとこのポーランドの首相はおっっしゃっているそうですポーランドはとにかく北部でロシアの飛び地でありますカリーニングラードと接しているということで、まあ、今回の戦争の中でも非常にこの脅威というかを感じている国ですよね。でこれまでにアメリカのエイブラムス戦車116台の購入をポーランドは明らかにしてまして最初の納入が今年春に始まる予定だそうです。 多くの西側諸国がこのところ軍事費を見直していますそして多くの場合増加させているわけですね NATO 加盟国は2024年以降は GDP の2%以上を軍事費として支出することで合意しています NATO は長年この2%を目標にしてきましたでフランスは最近ですねウクライナでの戦争も理由にして軍備を大幅増強させる計画の概要を発表していますスウェーデンとフィンランドは NATO 加盟に向けて軍事予算の大幅増を発表しています ドイツは昨年2月にロシアが侵攻を開始した数日後に軍予算を1,000億ユーロ上積みすると宣言しています、まあ、13兆円14兆円ぐらいあるんでしょうかね上積みするとすごいですねあっという間に上積みするっていう決断しちゃってますからね日本は5年かけてですからですねイギリスは昨年6月に当時のボリス・ジョンソン政権が GDP の2.5%に軍事支出を増やすと約束しているということで急激にこうやってるわけですね。 あのジョンソンの後、えー、このトラス首相そしてスナクとコロコロとイギリスは首相が変わったんですがこのシュナク首相は1月31日にロシアとウクライナとの紛争の長期的な硬着状態はロシアを利するだけだと今あの支援を強化してロシアがちょうど今ちょっとロシアが劣勢気味になっている機会を最大限に利用して成功の好機を作ろうというふうに加速させようというふうに述べているということですね。 さてさロシアはどうするかということですが中国との関係を何か強化しようとしているようですねロシア外務省は1月30日中国との関係を新たな水準へ引き上げたいと表明したということで中国政府高官との対面協議に期待を示したということですロシアと中国の二国間協力の可能性は決して尽きていないと確信しているとで両国間の貿易の規模を2000億ドルへ拡大する目標を前倒しで達成して中国との関係を 大幅に進化させることを目指しているというふうにロシア政府高官外務省高官が言っていると大統領府高官ですね外務省が言っているということですねで王毅さんですね外交は今外交外務大臣からさらに格上の立場に立たれた王毅さん2月にロシアを訪問するという報道がロシアの中にあるようです。報道によると大木さんはですね プーチン大統領と面会する可能性があるということで訪問の目的は不明なんですが習近平主席のロシア訪問の準備に関連している可能性があるとただどうも私が他のいろんなニュースで見ると中国はちょっとこれに対してあまり乗り切ってないんじゃないかというあのロシアと中国はあまり一体であるようなことをやりますと中国に対する国際社会の目がですね厳しくなるということでちょっとロシアと距離を置こうとしているという話もありますのでちなみに中国外務省の報道官は大木さんの ロシア訪問に関する質問に対して承知していないとの答えだということなんです、ね、そして一方で日本に関連するものとしては日本政府と NATO が1月31日これは岸田総理がですねこの日に来日中の先ほどのストルテンベルク NATO 事務総長と会談しまして国際社会が直面する課題に対して連携強化を確認する共同声明を発表しています。日本が新たたに策定した例の国家安全保障戦略を歓迎すると としてですねでサイバー空間宇宙偽情報重要振興技術など安全保障の新領域で協力する重要性を再確認したということです女子として南シナ海における軍事力軍事化威圧と威嚇の報告に対して深刻な懸念をストリテンベルク事務総長は表明したと中国の軍事力強化と軍事活動拡大に関して軍備管理や軍縮の国際的な取り組みに協力するよう強く促したと。 で改めて台湾海峡の平和と安定の重要性を強調すると、えー、両岸問題の平和的解決を訴えたということで、えー、あの日本と NATO の間ではです、ね、情報共有の仕組み取り組みですねこれを今日加速してまして、えー、この NATO と NATO 参謀長会議への日本の定期的な参加の意向も歓迎したということです NATO と日本の関係これ強まっていく方向だと。 で松野官房長官は31日の記者会見でサイバー安全保障の分野で対応能力を主要欧米諸国と同等以上に引き上げることを目指すと、まあ、先ほどのストルテンベルクとの会談でもサイバーというのは重要な一番最初にあるみたいですがこのサイバーについてサイバーについて強化するでそして法律や体制の整備を図るために準備室を1月31日付で新設したと述べたということです。これはサイバー安全保障体制 体制整備準備室サイバー安全保障体制整備準備室を新設したということですねである論評でですねこの岸田総理がウクライナに行くとかいう話があってでまあ世界中が兵器でこう軍事支援を強化している中で日本はどうするかと日本はなかなかそういうわけにいかない一つの提案として、えー、移動通信基地局を、えー、この援助したどうかという話があってですね でこれは同時に日本のサイバー能力も高めることになるんだという論評もあったわけですがまあ日本がやる支援としてはそういうことなのかもしれませんけれどもまあこの大きな流れの中で、えー、これから本当にどうなるかですねこうやってあの西側が一生懸命支援することによって何が起こるかというとおそらくロシアも、えー、いつもここで申し上げているようにまた軍事専門家がちゃんとおっしゃっているようにですねもうあの軍事目的 特別軍事作戦はもう目的を達したのでロシアは停戦したいのが本音なんですがここは西側がどん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 攻め込んできたらロシアだってもう戦わうざるを得ないそこで大規模な軍これまたあたかも西側がこの第3次世界大戦を導こうとしてるんじゃないかっていうですねそういう見方もですね否定できない面はあるんですねこの今の状況を見ますとですねで,ですね結果としてそのウクライナの国民がどんどん犠牲が増えてるということですよね。 この構図をどう考えるかというのはこのウクライナの状況を見ながらですねさらに考えていかなければいけないというふうに思います。